サンクトペテルブルクワルシャワ鉄道を経由する路線になった。また、深言圏と非深言圏の境界を3度またぐこと、旧ソ連諸国とポーランドでは、期間が異なることから前線を直通する列車は存在しない。今日では、サンクトペテルブルクワルシャワ間を鉄道で移動する場合は、ブレスト経由となる。ポーランド領内の区間は、 ポーランド国鉄6号線及び21号線として扱われている。ありがとうございます。